こんにちは、ミュージックセラピストの智代です。今日は強い自分を作るシリーズ第3弾ということで、ポイントの2つ目、感情の浄化を自分でできるようにするについてお話をしていきたいと思います。感情の浄化といえば音楽ですよね。私と音楽との出会いというのは小学校の3年生の頃にまで遡ります。ちょうどその頃、チャギアンダアスカさんのセイエスが発売されている時で、こんな世界があるんだっていうことで音楽の世界を初めて知ったのがチャギアンダアスカさんのセイエスだったんです。それから音楽の世界にどっぷり浸かっていくことになるんですけども、思春期の頃の私っていうのは、あまり自分から率先して自分の悩みを人に話すようなタイプではなかったんですね。そんな私が音楽を聴いて何を感じていたかというと、自分から率先して自分の気持ちを言わなくても、この人たちが自分の気持ちを代弁して歌ってくれているというふうに感じていたんです。それに気づき始めて、苦しい時とか、あと悲しい時、負の感情を抱いた時は特に音楽で解消するような習慣が自然とできていきました。それを繰り返すことによって、20代の後半頃にはほぼほぼ自分の感情を自分でコントロールできるようになっていました。自分の感情を自分でコントロールできるようになると、何がいいかというと、人に振り回されなくなるんですね。人に振り回されなくなるということは、結果的に自分を強く持つということとつながることになります。音楽は自分を強くするためにも使えるツールになるということが、ここでお伝えできるかと思います。